どうも、翔富士です。中村部屋取り組みがある日のスケジュール。あずま関部屋の取り組みがある日のスケジュールについて話したと思うんですけど、今日は入門から東関部屋に変わるまでのね、7年間生活した中村部屋での取り組みがある日のスケジュールについてお話しいたします。中村部屋の取り組みがある日のスケジュールなんですけど、実際取り組みがある日もない日も本場所であろうが本場所でなかろうが関係なく稽古がきつい部屋だったんですよ。本当に取り組みがある日の方がね、実際きつかった。なぜかと言いますと、東関部屋は10時半ぐらいに朝飯食べるとか言ったじゃないですか。でマネージャーが朝飯は基本作ってくれるんですよ。夕食もまあマネージャーがねちょっと来てね、まあそのレシピとかね食材とか買ってきてくれたりとかするんですけど、中村部屋は基本マネージャーがいなくて、1週間の献立とかねおかみさんから出てるんですけど、おかみさんが野菜を買ってきてくれるんですけど、市場からとにかくちゃんこもね口うるさく言われましたし、稽古も口うるさく言われて大変だったんですけど、場所中のスケジュールと言いますと、もう未だに忘れられないのが、ちゃんこ番は朝4時半起きとかなんですよ。基本取り組みがある日も関係ないですよね。例えば僕がちゃんこ長だった時なんですけど、当番制で4班ぐらいに分かれてるんですけど、3人ずつぐらいで分かれてて、幕下3段目序二段とかで分かれてるんですけど、3段目と幕下は一緒に稽古できるけど序二段とは一緒に稽古できない、力の差があるから稽古できないから、基本序二段のやつに胸出しやって、3段目と幕下は3番稽古みたいな、朝から四股踏んですり足してて、こうして、で朝の4時半ぐらいから稽古してました。でそれが5時半とかに終わって、でそっからちゃんこ番は米研ぎだけやって、でお風呂沸かして、まあ、2階が大部屋だったんですけど2階に戻って回し付けたまま寝ます。例えば取り組みがあってちゃんこ番がない子たちは6時起きで6時から稽古なんですけど、基本ね6時から稽古やってね、大体ね10時ぐらいまでやったかな。なんせきつい。こんな感じで、まあ、土俵があるじゃないですか。ここ花道なんかね。だから記者クラブがあって、行司さんの部屋があって、ここ審判部があるんですよ。ここ呼び出しさんの部屋で、ここ東西にね、側面があるんですけど、基本ね、俺がいつも四股踏んでたのが、ここで四股踏むんですよ。まあ呼び出しさんの部屋はね、ここが入り口なんですけど、ここで四股踏むんですよ。なんでここで四股踏むかというと、審判部の親方って、出てきたら、こういう感じで土俵の方に入っていくわけなんですよね。絶対こっちから行くんですよ。中村親方。審判部、栗島やってましたし、審判部長かったんで、ずっとここで仕込んで汗かいてると、おいやお前調子だみたいな機嫌が良くなるんですよ。まあ、その機嫌取りのためだけにわざとあそこで仕込むみたいな。実際ね汗出ない日とかもあるんですよ。実際汗出ない日とかは風呂場行って濡れたタオルでガッサッ拭いて、わざとそこで仕込むんですよ。こうやってじゃあ親方に、お気合ってんなみたいな、取り組む前とか、お気合ってんな頑張れよみたいなって大体言われるんですよね。親父もね機嫌良くなるんですよ。機嫌取りのためだけにわざとそこで仕込むみたいな。たまに支度部屋まで入ってくるときあるの。支度部屋入ってきたときはもう終わりだね。もうそういうときはトイレに隠れる。まあね、やっぱね、親父がね、審判的にはね、すごい緊張しましたね。でまあ取り組み終わるじゃないですか。ちゃんこ番がある日はまあそのまま帰ります。まあまたねそこまで電車で帰るんですよ。で寄り道せずに部屋帰って、まあおかみさんに挨拶をしてお疲れ様でございますと、まあ、帰ってきました。おかみさんがねいつもどうだったすみくんみたいな出てくるんですけど、勝ちました、負けました、次頑張ってね、勝ちましたって言ったら、あよかったみたいな、いい相撲だったねみたいな。親がおかみさんもちゃんとね相撲は見てるんですよ。見てるけどどうだったってわざとね聞いてね、負けましたとか勝ちましたとかね、ちゃんとその口から聞いて、勝ったらすごい喜んでくれますし、負けても次頑張ろうねって言ってくれます。おかみさんは帰ってきたらもう大体4時になってます。僕が帰ってくると大体もう4時からね掃除またして、掃除好きなんですうちの部屋でね。ちゃんこ番の日はそのままちゃんこ番やります。でうちの部屋は7時が飯ですけど、まあ親方もね審判ね前の動画でも言ったと思うんですけど、サンバ上がりとかねいろいろあるんですよ。それが親方車の免許持ってなかったんで絶対電車で帰ってくるんで、今から帰るぞと連絡あります。ない日も連絡あります。もう今日帰らないから飯食え。でもそういう帰ってこない日とかでもおかみさんにね味見お願いしに行って、まあ、地方場所だったらその飯食うんですけど、
帰ってくる日は帰ってくるまで飯食えないんですよ。親方帰ってきたら親方の付き人の子が親方帰ってきましたみたいな、ちゃんわーみたいな、ちゃんわー親方帰ってきましたみたいな、もう今懐かしいな。わー走って2階行って浴衣着て、付き人って大体2人とか1人ついてるんで、1人がまたそこの大部屋で親方帰ってきましたみたいな、そこでみんな一斉に浴衣着て、で番付上から上位から親方の3階の部屋に、親方の部屋があるんですけど、お疲れ様ですみたいな感じで挨拶して、まあ、そこでまあ言われるわけですよ。また負けた日なんかもとてつもなく言われますね。もう親方いつもね、注意するときね、こういう指の使い方するんですけど、雷めちゃ落ちますね、ダーみたいな。今思えば懐かしいんですけど、でやっと飯にありつけるんですけど、飯ありつけてるときでもちゃんこまんだから、もう気分はね、ナイーブだし、なんか早く食えよみたいな感じでね。で若い人が食べ終わったら、やっとちゃんこまんが飯食えて、で大体片付けが9時ぐらいに終わって、中村部屋はね、門限場所中も関係なく11時なんですけど、11時までちゃんこまんは電話番するんですよ。電話が鳴ったらちゃんこ長は2階から1階まで猛ダッシュで走っていくんですよね。大体ちゃんこまんの一番下の子が、すいません電話ですみたいな、だからもう大体3コール以内に取らないといけないっていううちのルールがあって、2階の部屋からダッシュで1階ガラガラガラみたいな走って降りてくる、はい中村部屋ですいつもお世話になってますみたいな感じで電話出るんですけど、まあね、それがねやっぱね、場所ある日とかでちゃんこまんの時とかでも、こんなでもしんどいよ、こんなになってるんですよ。そういう時に電話ですって言っても走っていくっていうね、決められたルールは守らないと、破るとね大変なことなんで、周りに親方が電話かけてくる時あるんですよ。親方の気分がいい時とかね、バワーって走ってって、はい中村です、いつもお世話になってます、おうこれだみたいな、3コール以内だなみたいな、明日も頑張れよみたいなとか、3コール以内に出れなかったら、もっと早く電話かけちゃうみたいな、もう何言ってるか分かんないですけど、ねえやだなみたいなね。とにかく中村部屋は場所のある日もない日もスケジュールが大変です。まあ東関部屋とね、僕は中村部屋2つの部屋を経験しましたけど、中村部屋の方がきつかったです。ではこの辺で See you! Have a nice day! チャンネル登録、高評価、各種 SNS フォロー、わっちゃんです。